ご主人、あの後どうなったのでしょうか。私からしても最悪のタイミング。お母様はいつもそうだ。私にとって最悪のタイミングでいつも仕掛けてくる。性格が悪いとしか思えない。ご主人は、せっかちゃんは、カナは、ハフは、ソフィアは、コトカちゃんはちゃんと無事でいられているのでしょうか。考えるだけで頭が痛い。お母様。メリア、あなたは変わったのですね。他の子供たちとは違う。少なくとも私に反抗的な目をするような子ではなかった。心当たりがないとでも、親友の命を私の手で奪わせようとして、そしてご主人が大変な時に身勝手に私をここに連れてきた。お母様といえど、すでに私を自由に動かす権利はないはずです。無法が過ぎるのではないでしょうか。無法、私が決めたことが法であるこの世界で私が無法。メリアも面白いことを言いますね。メリア、今あなたの価値がどれほど暴落しているか、自覚していないわけではないですよね。メルトリアとしてのメリアにしては弱すぎる。あなたの過去を見ましたが、本当に情けない。ここまでの低たらくを小惑星の下等生物に見せつけて恥ずかしくないのですか。メルトリアの名を汚していると自覚していないのですか。専属神としても中途半端。パトの助けになっているかといえば肝心なところでは役に立たない。パトの暴走を抑えたことは褒めましょう。ですがその後のフォローがあまりにも遅すぎる。一体何年時間をかけるつもりですか。メルトリアとしても、専属神としても、あなたの存在意義が不確かな状況でなぜ私はあなたのような子を野放しにできるというのかしらね。いつも見てるだけでわかったようなことを。今私は弱さを学んでいます。この機会は他の兄弟たちですら経験をしたことがない。家経験する度胸もないでしょうね。強さという甘さに逃げている人たちですから。断言します。私は間違っていない。間違っているように見えるのはお母様の視野が狭く浅はかだからです。私はお母様の模写子、故に同じ成長、同じ思考、同じ才能を引き継いでいる鏡のような存在。ですが得られる経験で思考や思想は変わる。決して同じではありませんよ。生意気な子、やはり私と同じだからでしょうね。若い頃の私を見ているようで恥ずかしく感じますよ。では賭けをしましょう。先見の目に自信があるのなら、断る必要はないはずですよ。お聞きします。パトはあなたを直接助けに来て、成功するか、失敗するか。何を無茶なことを、不可能です。まずここに来る手段がありません。それに実力だって、不可能です。ありえません。そう、私は可能だと思っている。なぜなら私は彼の評価を現状を知っていてもなお覆っていないからです。彼は本当私の想定を良い意味で裏切ってくれますからね。ではお母様はご主人がここに来て直接私を助けに来ると。時間制限を設けましょう。もし私の賭けに負けた場合、メリアを元の居場所に戻しましょう。せいぜい辺境で細々とお仲間と一緒に暮らしているといい。ご主人が来たらご主人と一緒に帰る。ご主人が来なかったら私を送り届ける。結局同じことじゃないですか。全然違う。この違いを理解できない時点で視野が狭いのはあなたですよ、メリア。視野が狭い。現実的な話をしているだけですよ。ご主人を信じる信じないの話じゃない。私はご主人に理想を押し付けない。それがご主人への負担になることを知っているから。だから私がご主人の元に帰る。私がご主人を守らないとダメだ。私がご主人に寄り添う。それが今のご主人に必要なことなんですよ。お母様は強い時代のご主人しか見ていない。それではダメなんですよ。相変わらず可愛くないなぁ。その見下した態度、本当に腹立たしいわ。
どうせアリル姉様はいやいやここに来たんでしょう。そうだな、とア兄様あたりにでも脅されました。情けないなぁ。落ち着いて、ねえ、喧嘩したら怒られちゃいますよ。メルリア、交代で行こう。今日は任せた。このままこの場にいたら八つ咲きにして死に顔をぐちゃぐちゃにしないと気が済まなくなる。それは嫌ですね。アリルに負けたなんて末代までの恥ですもの。なら命乞いをした方がまだマシですね。言ってろ、いくらでも恥を与える手段を知っているからな。すぐ挑発に乗って、みっともない捨て台詞を吐いて出ていくなんて、程度が知れますね。まあ、アリル姉様はずっとその程度でしたからね。すぐ感情を揺さぶられるくせ、全然治らないな。いくらメリアでもそれ以上の暴言は許しません。言い過ぎです。メルリア姉様、こんなことしてただで済むと思ってるのですか？はい、ただ一人の妹も叱れない姉になるくらいならメリアに仕返しされる方がマシです。ああ、そうですか。ほら、ただでは済まなかったですよ。そうですね、満足ですか？いいえ、そんなまっすぐな目をされて、ガードできるものを相手全部外して、私のビンタを受け入れた。そこまで見せられて気持ちのいい気分にはなれませんでしたね。むしろ自分自身が哀れに感じました。私も小物ですね。私は注意しています。しっかりこっちを向いてください。それは嫌ですよ。反省しませんので。なんでそんなに頑固なの？メリアは、そんなに私たちと対等と認識するのが嫌ですか？嫌ですよ。対等に接していたら上の兄様姉様に馬鹿にされますからね。この場をただの兄弟同士の世間話程度に考えているならメルリア姉様こそ浅はか。私たちは帝王新候補です。いずれは奪い奪われ、兄弟の誰かに殺され、もしくは奴隷のように扱われるかもしれない。そういう未来がすでに決まっている私たちですよ。なぜ仲良くできる？その思考、疲れませんか？メルリア姉様が疎いだけですよ。おそらくメルリア姉様以外全員同じことを考えてますよ。態度になんか見せるわけないでしょう。そうですね、メリアの言う通り、私は戦いのことは考えていませんね。おそらく本格的な戦いが始まると私と私の国は滅ぼされるか誰かの傘下に入るでしょうね。自覚してます。ですが、優しさがあれば少なくとも兄弟が殺し合う未来だけはなくなると思うのですよ。傘下でいいじゃないですか。全員が生きているなら、戦うのはいいです。ですが恨み妬みで兄弟同士殺し合うなんて、それだけは嫌です。だからメリアには教えたいのです。上の兄様姉様にはきっと私の声は届かない。だからメリアにだけは、私のただ一人の妹には伝えたい。姉として立場をこの時だけは使いたい。それがいけませんか？なんだ、結局自分の思惑のためなんじゃないですか。メルリア姉様も結局は自分のためですね。今日はもうメルリア姉様も帰って、こんな心境で素直にメルリア姉様と話せる気もしません。一度お互い冷静になりましょう。お互いのためにも。そうですね、メリアがそういうのであれば従います。反省して。とは言いません。ですが考えてください。メリアは私と違って優秀なのですから。メルリア姉様。次、会うの楽しみにしてますね。あと、先ほどはすみませんでした。叩いたりして。陽気だったと思います。うん。うん、元気でね。ゆっくりしててね。私。変わったな。昔ならメルリアの言葉なんて聞く耳もたなかったのに、今はメルリア姉様の考え方が少し理解できる。これも弱さを知ったからなんでしょうね。メルリア姉様なら、少し、心を開いてもいいのかもしれない。どうしよう、メリアを叩いちゃった。絶対目にもたれる。もしこの騒動が終わったら私を即座に狙ってくるかも。メリアはなぁ、加減知らないからなぁ、無慈悲だから怖いなぁ、次会ったらすごく優しくしよう、許してくれるまで優しくしよう、うん。メリアの面倒を見る、簡単に言いますけどリスクが高すぎですよ、私の行動で私と国民の未来がかかってるなんて考えるだけでも恥ずそうですよ。メルリア姉様は他の兄弟とは違いました。私が唯一心を許せる相手だったんですよね。それは嬉しいですし、待遇にも満足してますけど心まで許してくれるならもっと穏便にできたんじゃないかしらね。そんなこと言ってご主人にメロメロのくせに。それを言われると、何も言えない。さて、恋話に戻りますか。次回もお楽しみに。